こんにちは、SJ です。速報でお伝えします。あのロンジン、レジェンドダイバーからなんと新作発表です。行きましょう。早速、その前に5秒だけ、アバウトヴィンテージのオールブラックシリーズですね。これ今ブラックフライデーセール期間中ですので、ぜひぜひリンク覗いてみてください。それでは半端ない新型来ましたので行きましょう。ロンジン、レジェンドダイバー。ヴィンテージなルックスと最新テクノロジーをまとい、究極の進化へと。こちらは2023年11月16日発表ですね。190年以上の歴史を誇る時計ブランドロンジンは、1959年発表の伝説的モデルのデザインをより忠実に再現し、ダイバーズウォッチ認証 ISO6425 と、コスクのクロノメーター認定、ムーブメントだけでなくケース全体の取得をはじめ、高精度を追求したダイバーズウォッチロンジンレジェンドダイバーを発表。スライドしながら参りましょう。大人気ダイバーズコレクションに登場した新作、こちらですよ。かっこいいですね。ブレスもナイスブレスですね。なるほど、いいですね。腕なじみがよくクラシックなサイジングのケース径 39mm 来ましたね。 40mm 以下を採用。後ほどこれ縦ラグについても SJ 独自でサイズ測定します。ダイバーズウォッチとしての防水性、堅牢性、視認性などの高精度な機能性、高い耐性とパワーリザーブで日常生活でも優れたパフォーマンスを発揮、都会的で洗練されたスタイリングにも似合う磨き上げられた機能美を備えます。オリジナルモデルを継承し、デザイン、技術ともに細部まで追求した新作レジェンドダイバーは、真のダイバーズウォッチとして新たな伝説を生み出しますということですね。レジェンドダイバーの魅力の一つは、揺るぎない神聖なストーリーであると。防水時計、ダイバーズウォッチの草分けとして知られるロンジンは、1937年に世界で初めて防水機能付きプッシュボタンを搭載したクロノグラフを実現し、翌年に特許を取得。そして1958年にブランド初となる一般ダイバー向け時計を世に送り出しましたと。1950年代ですね。ダイバーズが花開いた時代。うわー、これ見てください、インナーベゼルですよ。はい、さらに1959年、水中探査用に特別に設計し、画期的なスーパーコンプレッサーケースを採用したタイムピースを発表。回転式ベゼルをダイヤルの外周に内装し、2つのねじ込み式リューズを備えた DNA を継承し、2007年に誕生したのがロンジンレジェンドダイバーですと。今発売中のモデルですよね。まあ、マイナーチェンジはあるかもしれません。ただ形は変わりませんね。そして、まあ、39mm のケースを採用。1959年のオリジナルモデルのアイコニックなデザインをより忠実に踏襲。オリジナルと同様に日付表示のない文字盤が象徴的な衣装を一層引き立て、深海を思わせる絶妙なブルーのラッカー仕上げ、オーセンティックなブラックのラッカー仕上げ2色を展開。そしてオリジナルを彷彿とさせるロジウムカラーとポリッシュ仕上げを施したアローシェイプの針、時刻を表示する細長いインデックスには、スーパーロミノバを36912のアラビア数字と、それを強調する長方形には夜光塗料を施し、昼夜を問わず最高の視認性を実現と。異なる塗料のコントラスト、これそうなんですよ、針の色が違うんですね。夜間でのデザイン性も高めます。もうね、ルミもデザインの一つであると認識されましたね。クラシックなドーム型サファイアクリスタルの両面には、多層反射防止加工を施し、より見やすい文字盤に、象徴的なデザインであり、潜水時間を継続するインナー双方向回転ベゼルは2次1のねじ込み式リューズで操作し、2次、ケース内に配置することで取り扱いや偶発的な衝撃による誤作動を防ぎます。ベゼルには60分単位のメモリと、12時1に視認性を高める夜光塗料を塗布したトライアングルマーカーを配置。ここですね。はい、内側への絶妙な傾斜による立体感が全体の印象を引き締めますと。そしてエレガントなポリッシュ仕上げと重厚感のあるサテン仕上げを交互に施した品格のあるステンレス製のスチールケースであると。なるほど。ですから、このあたりのラグの部分、ポリッシュっぽいですよね。写真だけなんですけれども、あとで動画も挿入しておきます。
そしてここ私がちょっとわからない部分ですね、ねじ込み式のケースバッグですね。コレクションのシンボルであるダイバーを正位置で刻印とありますよ。もしかしてオメガのナイアードロックなのかなと思いながらも、正位置で刻印なので、まあ要は真ん中に刻印をしているという意味なのか、よくわからないんですね。まあですから一応そういう感じ、おそらくナイアードロックのことだと思うんですよね。ずれていないと、いうことですよね。つまり、レジェンドダイバー上に必ず来て、ダイバーズウォッチこの下が必ず下に来ると、要するに上下左右が、非常に正しく、それが正位置というのかな。はい、頭が悪くて、次行きましょう。高いウォッチングメイキングの技術を生かし、細部まで洗練を極めますというふうになっているんですね。ですからそういうことかなと。そして、安全性を確保するダブルセーフティング、セーフティーフォールディングクラスプを装備。これ写真がないんですよ。ヴィンテージスタイルのステンレスブレスレットと絶妙な色合いのブラウンレザーストラップがモダンな感性を完成させます。はい、言いにくい。新作は機能面でも最強にアップデート。30気圧防水のタイムピース。厳しい基準をパスし、ダイバーズウォッチ ISO6425 を取得と。さらに時計全体が、コスクのクロノメーター認定を取得しています。この認証は時計の心臓部であるムーブメント単体ではなく、ケースに収めた状態でと。いわゆるケーシング後っていう分ですね。そして3つの温度レベルの異なるポジションで連続15日間中断することなくテストを実施。これはクロノメーターの検定のテストですね。非常に難しい過程を経て、精度が保証されますと。ロンジンの、コスククロノメーターはめすさまじく、精度が良いですよね。私も今スピリット37持っています。左からリストショット、ロンジンスピリット37、これクロノメーターですね。過去一番良かったんですね。そしてこの間、チューダーに抜かれてしまいましたが、これでも、日差1秒以下なんですよ。30日間でプラス27秒だったと記憶していますので、1秒までいかないんですよ。すごく良いですね。これが L888 の .4 ですね。ですからこちらは L888.6 となっていますよね。もしかするとデイトのありなしの違いを指しているのかもしれませんね。そういう感じでしょうね。これもいいモデルなんですよね。こうキラキラとツール感があって、なおかつゴージャス感。まあですからレジェンドダイバーも同じようなイメージで来ているのかなと思いますね。さらにシリコン製ヒゲゼンマイですね、と革新的な部品を使用したロンジンエクスクルーシブキャリバー L888.6 を搭載。 ISO764 ベンチマークの、10倍の対峙性能を実現ということで、磁気帯による精度への影響を受けにくく、デジタル機器に囲まれる環境下にも配慮していると。まあやっぱ磁気帯関係はもう当然という感じでしょうね。そしてパワーリザーブは72時間 3days ですね。忙しい日々の中で正確に時を刻みます。極めて高い、高精度な真のダイバーズウォッチが日常生活でも実力を遺憾なく発揮と。まあ確かにその通りですね。39ミリですからちょうどいいサイズ感ですね。お値段は正規店価格498,300円と税込み、50万円ギリ切ってますね。それから言ってないところはどこでしたっけ。 25,200 振動ですね。7振動タイプです。そして対磁性 ISO764 取得ですね。あとは言いましたね。ケースサイズですね。幅ワイドが 39mm、 厚みが 12.7。 いやーこれは30気圧、つまり 300m 防水ですから、まあいいんじゃないですか。そしてインナーベゼル搭載ですからね。すっきりしているというイメージを持ちますね。そして縦ラグは 47.0mm と出ました。この縦ラグ、まあ、独自に計測した推定値ですと書いてありますが、私が、まあ、算数を使って、推定してみました。縦ラグ47、間違いないですね。ですから非常に収まりも良いと。まあ、まず幅が39というところで、まあ、ロンジンは意外と縦が長いのでというところがあったんですが、最近はもう修正してきましたね。
次にここのブラックメタル加工、これがちょっとよくわからないですね、つまりサファイアクリスタルの部分なんですよ、ブラックメタル加工と両面多層反射防止コーティングを施したドーム型サファイアクリスタルボックス型と、ブラックメタル加工、なるほど、そういうのをサファイアに施しているということですよね、加工していると。まあそう理解しておきましょう。はい、詳しい方いらっしゃいましたら教えてください。インナー双方向回転ダイビングベゼルですね、双方向回転、はい、そしてダイヤルはブルーラッカー、まずこれはブラックラッカーの方ですけれども、ブルーラッカーとブラックラッカーがありますよと。そして最後に、まあ、防水は30気圧防水でプラス 25% の加圧試験済み、これが ISO6425 基準の中に入っているということで、まあ、十分であるということが言えますよね。そしてあとはもうこれは最後の方ですね、ストラップステンレスシリーズについてはダブルセーフティーフォールディングクラスプとなっています。ただこれ写真がまだ出てきてないので、どんな感じなのかなと。ハイドロコンクエストですねの新型ありますよね、 GMT 付きのあの最新型のクラスプだと嬉しいなと思いますね。スライド付きですから素晴らしいですね。はい、ということでこれで以上なんですよ。どうでしょう、まあもう圧倒的な総合力といいますか、見せつけますね、すごいなと。これはいやー狙いますね、狙いたい。そしてまあこれレギュラーモデルですから、スケジュールができ次第みたいな感じのところもありますよね。いやーこれはいいなー、まあほぼ確実に精度はもう抜群に良いはずですから、いやーもうこれ以上、はい、皆さんのコメントにお任せしましょう。ということで、今回はロンジンのレジェンドダイバー新型ですよ、ついに出ました、新しいの、はい、ということを速報でお伝えしました。それでは、コメントをお待ちしております。皆様お元気で、バイバーイ。